生真女誕生祭の遺婚生真女誕生祭とは、生真女の誕生を記憶する、聖教会の祭りであり、十二大祭りの一つである。日本ハリストス聖教会発行の聖教会歴には、イタリア聖なる、我が女再生真女英帝道女マリアの誕生祭と記されている。生神民女、マリアの誕生は9月21日に祝われる。 翌9月22日には、聖教会は、生仮民女、マリアの誕生と共に、生仮民女、マリアの父母ヨアキムとアンナを記憶する。マリアは、神の母であり、その父母であることからヨアキムとアンナは、神の祖父母と、聖教会では呼ばれる。生新女誕生の出来事については、福音書をはじめとして、新約聖書に記述はなく、 正教会における伝承として伝えられている。なお、正教会には、カトリック教会におけるような、無限在の親鳥の理解、伝承は存在しない。世界中に、生真女誕生祭を記憶する制度がある。本説は、正教会における伝承に則っ,って記述する。イオアキムは、ダビデの子孫であり、ダビデの子孫から、世の救い主が生まれるとの神の約束。 予言が成就したのが、生信女の誕生である。イオアキムとアンナは善良であり、神の会を守り、神への見物を欠かさない、神の前に義なる人であったが、夫婦となってからすでに54年の時を過ごしているにも、かかわらず、子がなかったので大変に憂いていた。ある大祭の日、イオアキムは神に祭りを堅じるために神殿に行ったが、祭司長は、 人々と共に、イオアキムに子がない罪を責め、子ができるまでは見物を行うことを禁じた。イオアキムは大いに悲しみ、一人小屋に出て、涙を流し熱せずに祈った。夫、イオアキムが、神殿で恥ずかしめられ、しかも家に帰ってこないのを、アンナはひどく心配し、悲嘆に暮れて泣いて、神に祈った。この二人の祈りに神は応えた。天使は、 娘が与えられること、その娘によって、全世界が祝福され、救いが与えられることを二人に告げ、そしてその名をマリアと名付けるように告げた。夫妻は大いに喜んだ。夫妻は、生まれた神に剣じることを誓った。あらかじめ言われたように二人に、娘が生まれた。夫妻と、人々は人事を表された。主を賛美し感謝した。 マリアが3歳になると、イオアキムとアンナは誓った通り、マリアを神殿に捧げた。イタリー聖なる、我が女再生新女エイテ道場、マリアの誕生祭の読み、死製なる、我が女最聖新女、エイテイ道場、マリアの誕生祭。ありがとうございます。